玉川習字教室の玉川裕吾です。今日はですね、日本習字漢字部7月号よりですね、楷書課題、こちらをですね書きながら説明をいたします。今回の課題はですね、花木おのずから新色、はい、こちらをですね学んでいきます。今回ですね、先に一文字ずつですね説明をしていきましょう。まず夏ですね。夏、三角目からのね、この目ですね、ここの部分、はい、ちょっとね横長になってるですね、形状ですね、そこを意識しましょう。そして横角間は等しくなるように、そして今回はこの最終角の横角は縦角よりも左に出てからの指筆となります。左払いもですね、縦角の下ではなくて、ちょっと内側に、右側に入ってからの指筆ですね。で、長くなっていますね。はい。で、ここは転接は、この、転接4画目からの収筆の左下に転接の位置がありますね。そして、高さは同じ高さです。右払いは左払いよりも下でまとめるといった書き方になります。はい、僕、木ですね。左払い、右払い。左払いは出力を保って払っていくということ。右払いは次第に太くして右に払いますが、この、ね、高さですね、右払いが少し下になっている、そんなですね、形状ですので、そこを意識してください。おのずから。夏もそうですけども、転接ですね。この転接の書き方注意していきます。指筆と同じ角度で止めて、もう一度斜めで押さえ直してからですね、分筆をすると。その時に夏の転接もそうなんですが、このね穂先のこの位置ですね、はい、ずれないようにしてください。横角は等しくなるようにまとめていきましょう。はい、芯ですね、右上がりの方向、はい、これは全て一緒、平行ですね。そしてね、縦角の指筆の位置、ちょっとね今回はこのここですね、ここ。この、ね、縦のラインが木のですね、縦角になりますので、そういったところを注意して書いてみてください。左払いの指筆は横角の方から、縦角よりも少し離れてですね、指筆をして、出力を保って払っています。またここ。ね、おのづくりは立てて左に払うといったところ、そして最終の縦角の支出は、はい、このね左払いの支出の真下に来るようにしてください。はい、色ですね、曲がりのね書き方に気をつけていきますが、まず1画目横に払っていきます。ここも転接ですね、斜めに押さえて、そして押さえ直してから方向を変えていきます。はい、で負がですね、はい、ここ少し左に行ってから縦角を書くときは穂先は角の左側を通ります。そして曲がるときは角の中心を通り、横角を書くときは角の上を通って次第に太くしていきます。はい、底辺はここなので、この跳ねるところは少しですね上に上がって、ここに余白が出ます。そして上からこっち内側に向かってね跳ね上げていくということと、この転接からの右側の余白とここの余白をよく注意して書いてください。それではですね、書きながら説明をいたします。はい、夏ですね。はい、右上がりで。はい、次は短く左払い。はい、次はちょっと外に膨らむような感じで。はい、右上がり。横長なんですね。横角間は等しく、はい、横角は同じ方向で、はい、ここ
ここ左に出ます。感覚一緒。はい、四筆の位置気をつけましょう。中心に近いところに、はい、左払いは長く、はい、横に行き、はい、この縦角の左下に、はい、一冊を保って左払い、そして右払い、はい、右左払いよりも下に止まって、はい、右に払っていきます。このね、縦角の下でね、止まるようにしましょう。はい、次は木ですね。はい、右上がり、はい、縦角、はい、左払いです。細く出力を保って左に、そして右下に行きます。はい、次第に太くして左払いよりも下に止めて右に払うと、いった形ですね。はい、おのずから字ですね。はい、左に払って、こう内側に入って立ててまっすぐです。はい、こうで右上がり、ここ点接斜めに押さえ直して立ててまっすぐ、はい、横角間等しく、右上がりは平行に、はい、そして芯洗った、はい、1、2、3、そして右上がり、はい、縦、はい、内側に、少し内側に、はい、右上がり平行です。はい、次は上がり、そしてこのね、ここ縦角、そして左払いです。これ出力保って、だんだんちょっと太くなってるような感じなんですよね。最初は細くで、出力保って左にで、作りの一画目、左下、この横角の周筆に向かって、で次縦角、ここ出力を保って左にこう払ってますね。次は右上がりでちょっと伏せるように、はい、そしてで最終角はこの作りの一画目の下です。はい、止筆して貼っていきます。はい、次は色ですね。はい、一画目は横に払うようにして出力を保って、はい、右下に、で、そして、こう、はい、
右上がり。ここはこの転接よりも右に出て内側に。ここも、はい、この横角は横に出ます。はい、次の曲がり負荷ですね。はい、穂先が角のどこを通るかを意識します。こう内側に入ってここ、左角の左を通り、ここで角の真ん中を通ります。ここで横角を描くとき、角の上を通り、そしてクッとお尻を横にして、それから上から内側に向かって払い上げていくという描き方となります。はい、このようにして描いていきます。左払いの方向に注意して書いてください。また、負荷の書き方ですね。穂先が書くのどこを通るかを意識して書いてみてください。また、自ら、おのずからね、と、夏のね、横書く感、等しく見えるように書きましょう。右払いは次第に太くして、一旦筆を止めてから右に払うという書き方にしてください。今日は以上です。